こんにちは。このビデオでは熱力学11としてカルノーの定理について学びます。カルノーの定理は熱機関の効率の上限について述べている定理です。熱機関とは以前示しましたが、ある状態からスタートして外部と仕事や熱のやり取りをしながら元の状態に戻ってくるサイクルとして記述できました。サイクルを一周回る間の熱の出入りや仕事の出入りをこのような記号を用いて表しました。サイクル一周の間に熱機関が外部に対してする消費の仕事を W ネットと呼び、これは W アウト引く W インで定義されました。熱機関とは受け取った熱を仕事に変える機関なので、その効率としては受け取った熱 Q インを分の W ネットで定義されます。熱力学第一法則から W ネットは Q インマイナス Q アウトと等しいため、熱機関の効率はこのような形で表すことができました。この効率 Eta が1を超える場合、これはエネルギー保存則、すなわち熱力学第一法則と矛盾してしまうので、そのような熱機関は不可能です。また、エータイコール1というのは、熱力学第二法則と矛盾する。トムソンの原理から、そのような帰結が得られました。ということで、エータイコール1も不可能です。では、エータの原理的な上限はいくつになるでしょうか。これを与えるのがカルノーの定理です。ここではカルノーの定理として、2つの定理を述べます。まず1番目は、温度 TH と TL の熱源の間で運転する任意の2温度サイクルの効率はカルノーサイクルの効率を超えないというものです。また2番目は、カルノーサイクルの効率は作業物質の種類には依存せず、熱源の温度 TH と TL のみで決まるというものです。この定理は、すべての2温度サイクルの中でカルノーサイクルが最大の効率を持っているということを述べています。また、この結果は多温度サイクルにも拡張できます。では、以下ではカルノーの定理1と2の証明を見ていきましょう。カルノーの定理1の証明をここの図に表したような状況を考えて示します。まず、この S というのは一般的な2温度サイクルを表しています。そしてこちらの C バーというのはカルノーサイクル C を逆回転させたものです。これを組み合わせて運転します。この一般のサイクル S というのは、高温熱源から熱 QH' を受け取り、低温熱源に熱 QL' を排出しながら、外部に対して消費の仕事 W' を行います。カルノーサイクルを逆回転させた、こちらでは、低温熱源から QL を受け取り、高温熱源に QH を動かしながら外部から仕事を W を受け取ります。さて、カルノーサイクルの物質量を調整することによって、この低温熱源とやり取りするこの QL というのと QL' を等しく取ることができます。そして、そのような状況を実現したとして、この2つのサイクルを合成して一つのサイクルとみなした S チルダーというものを考えてみます。すると、低温熱源は、こちらのサイクルから QL を与え、こちらのサイクルから QL を受け取っているため、消費の熱のやり取りを、この S チルダーとは行っていません。ということで、S チルダーは、一つの熱源とのみ、熱をやり取りする熱機関になります。このような熱機関は、トムソンの原理から、正の仕事をすることはできません。すなわち、何か、仕事を受け取って、熱を、として、放出するという働きしかできません。ということで、今、この W チルダーというのは、中に入ってくる向きに書いていますが、この W チルダーは、W と W' の差し引きで与えられます。そして、この W チルダーが0以上であるということです。
このことから、ここに書いたように W というのは W プライムよりも大きいということが導かれます。さらに、それぞれのサイクルにおいて、熱力学第一法則が成り立っています。そのことから、まず左側では QH イコール W プラス QL、右側では QH プライムイコール W プライムプラス QL プライム、これは QL と等しいので、このように書いています。で、この両者を見比べて、この W が W プライムよりも大きいということを使うと、QH プライムは QH よりも小さいということがわかります。以上を踏まえて、この一般的なサイクル S の効率を見ていきます。効率エータ S は、QH プライム分の QL プライムを1比から差し引いた量ですが、この QL プライムは今、QL と等しいと、取っています。そして、この QH プライムが QH よりも小さいということを使うと、この全体は、この1引く QH 分の QL よりも小さいということがわかります。さて、この1引く QH 分の QL というのは、カルノーサイクルの効率でした。よって、この不等式は、任意の、一般的な二温度サイクル S というものを考えると、その効率は、カルノーサイクルの効率よりも、等しいか小さくなるということがわかります。温度 TH と TL の熱源の間で運転する任意の二温度サイクルの効率は、カルノーサイクルの効率を超えないということです。これがカルノーの定理1の証明です。次に、カルノーの定理2の証明を行います。カルノーの定理2は、カルノーサイクルの効率が作業物質の種類には依存せず熱源の温度だけで決まっていることを述べていました。そこで、先ほどとこれは同じ図なんですけれど、こちらで、逆回転したカルノーサイクルを用意していましたが、それとは作業物質が異なる、別のカルノーサイクル C' というものを用意してやって、それをここに、使うことにします。そうして先ほどと全く同じ議論をすると、この C' の方のカルノーサイクルの効率というのは C で表したカルノーサイクルの効率を超えないということが導かれます。次に C バーと C' はともにカルノーサイクルなので逆向きに回転することができます。よって全ての矢印を逆向きにしたような両方を逆回転させた状況を考えてみます。すると、全く同様の議論で、今度は ηC の方が ηC' よりも、を超えないという結論を得ることができます。さて、この2つの式が両立するためには、ηC と ηC' は等しくなければなりません。これはすなわち、作業物質が異なるカルノーサイクルを用意したとしても、効率は変わらないということになります。そして、この効率というのは熱源の温度だけで決まります。このことは、理想気体でカルノーの定理、カルノーサイクルの効率を求めた時の結果を思い出せばわかります。なぜなら、このカルノーの定理2は、何か適当な作業物質でカルノーサイクルの効率が分かれば、その結果は任意の作業物質の場合で成り立つことを主張しているからです。以前のビデオで求めた理想気体を作業物質とするカルノーサイクルの効率はこのような標識でした。右辺は熱源の温度だけで書かれています。この結果というのは、実は理想気体に限らず、一般の物質を作業物質としたときにも成り立っているということです。ということで、カルノーの定理から任意のカルノーサイクルの効率はこのような式で与えられ、そして任意の二温度サイクルの効率はこの式で与えられる効率を超えることができないということが導かれました。この熱機関の効率の上限というのは原理的なものであり、どんなに頑張って良い性能の熱機関を生み出したとしても、
絶対に超えることができないものです。非常に強い主張をしています。このビデオでは、カルノーの定理とその証明について学びました。以上でこのビデオを終わります。